ジョナロムーは、ニュージーランド出身の元ラグビー選手である。ポジションはウィング。トンガの家系を、モチオークランドに生まれる。オークランドのウェズリーカレッジ卒業。暴走機関車、空飛ぶ巨像と呼ばれ、WTB として活躍。高校時代からニュージーランド U-17 代表、U-19 代表、U-21 代表を経て1994年には、 史上最年少の19歳でラグビーニュージーランド代表に選出される。オールブラックスでは63キャップ、37トライ、ワールドカップ15トライを記録。1995年のラグビーワールドカップへ出場するも決勝戦で南アフリカに敗れ準優勝に終わる。ロムーは同大会で7トライを挙げ、トライ王に輝く。年は、 スポンサーのリーボックのイベントを兼ねて来日し、同年南アフリカツアーに参加するも、怪我とネフローゼ症候群に悩まされ、1997年シーズンは、数試合に出場するも、残りの試合を欠場。1998年コモンウェルスゲームズ7人制、ラグビーニュージーランド代表として出場資金メダルを獲得する。1999年に開催された。 ラグビーワールドカップに出場し8トライを挙げるも、チームは準決勝で敗退。3位決定戦にも敗れ4位に終わる。ロムーは同大会トライ王に輝く。この大会後に、アメリカの NFL、イングランドのプレミアシップへの移籍も噂されたが、オールブラックスでの競技生活を優先するため、ニュージーランドに泊まる。2000年にオールブラックスメンバーとして8試合に出場。 同年、欧州遠征の前に来日。2001年に開催された第3回、ラグビーワールドカップセブンズ中、怪我で離脱したエリック・ラッシュに代わり急遽招兵され、ニュージーランドを優勝に導く。2003年に、腎臓機能が悪化し人工透析を開始する。病状が悪化し腎臓移植以外に、回復の兆しはなく、歩くことも不可能と宣告される。 2004年に移植提供者が見つかり手術は成功する。手術後のリハビリを経て2005年に復帰。NPC ノースハーバーと契約するも肩を負傷し、シーズンの大半を欠場する。休養中はコーチとして、チームを支え、同年の NPC 終了後に、ウェールズのカーディフブルーズでプレーするため、ケルティックリーグへ移籍する。2006年4月に足首を負傷し、ニュージーランドへ帰国する。 ノースハーバー2軍を経て、ノースハーバー配下のマッセイに所属。マッセイでも怪我に悩み、わずかな出場機会に終わる。2007年開催のラグビーワールドカップへの出場意欲を見せるも、スーパー14のチームとは契約できずこの年に現役引退を発表。引退後は、ボディビルとボクシングの練習に勤しむ。2009年にアマチュアボディビル大会に出場。 2010年6月、2011年、ワールドカップ親善大使に就任。2009年10月、日本ラグビー協会より2019年、ワールドカップラグビーアンバサダーに就任することが発表された。2011年11月、ユニセフニュージーランド親善大使に就任。2012年2月、移植した腎臓が機能を停止したことから2度目の、 腎臓提供を待つと発表された。2015年11月18日、腎不全に伴う急性心筋梗塞の発症で、オークランドの自宅にて死去。40歳没。前週まで、ラグビーワールドカップのキャンペーンで、英国に滞在し、前日までドバイで休暇を取り、帰国直後の突然死であった。NPC カウンティースマヌカウ、ウェリントンにて、競技生活を送り、 2005年にノースハーバーと契約する。ウェールズのカービフブルーズに移籍する。2006年にノースハーバーに復帰。ノースハーバーに軍を経て、ノースハーバー配下のマッセイに所属。スーパー14では、オークランドブルーズ、ワイカトチーフス、ハリケーンズに所属。オールブラックスに1994年から2002年まで選出され63キャップ。 2007年5月9日5月12日のラグビー日本代表 X クラシックオールブラックス選出場のため来日同試合2戦とも参加この試合では WTB としてプレーしクラシックオールブラックスの勝利に貢献した2007年にラグビー殿堂入りまた同年ラグビー界への貢献によりニュージーランドメリット勲章を授与されている2009年6月 同年11月よりフランスフェデラル一所属のマルセイユビトロールに加入することが発表された。ビトロールではナンバー8で出場。ビトロールには2009から2010シーズンの未在籍。1996年に南アフリカ共和国出身の谷タ,ターと結婚。2000年に離婚。2003年にフィオナテイラーと再婚するも2008年に離婚。 2007年にナディーン・クワークと知り合い、2008年から交際に発展。ロムー、クワークともに既婚者であり、ダブル不倫の状態で交際が始まる。2009年、ナディーンとの間に第一子、2010年に第二子が誕生。2011年5月、ナディーンと三度目の結婚をした。ありがとうございます。